どうも、料理研究家のダレイマです。さて、今回はですね、カレーよりもうまいのではないかというぐらいね、めちゃくちゃ美味しいカレー丼の作り方をご紹介していきたいと思います。カレーライスとカレー丼、何が違うかというと、カレー丼は和風の出汁が効いてるんですよね。そう、あのお蕎麦屋さんで食べることができる出汁が効いたカレーです。今回ご紹介するカレー丼はですね、本当にね、お蕎麦屋さんで食べるかのような本格的な味わいに仕上がりますので、ぜひお試しください。このレシピもね、大体10分ぐらいで作ることができますからね。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。豚バラ肉、玉ねぎ、長ネギ、生姜、ニンニク、カレール、そしてお水に削り粉、めんつゆ、みりん、お醤油になります。でね、材料の紹介をしていきます。今回ですね、和風だしが効いたカレー丼を作るということでですね、だしをわざわざ取るのは非常に面倒くさいので、削り粉とめんつゆで非常に美味しいおだしを取っていきたいと思います。この削り粉というのは、だいたいね、スーパーや百均で100円ぐらいで売っているお魚の粉ですね。いわゆる魚粉というやつです。この削り粉を加えることで、もうね、魚粉と驚くぐらい非常に美味しいおだしが取れますからね。そしてカレール、こちらはですね、お好みのカレールでいいんですけれども、お蕎麦屋さんのカレー丼は和風だしの優しい味わいがある反面、カレーのね、スパイシーな味や香りもするので、個人的におすすめなのはこのジャワカレーですね。ジャワカレーは特にスパイスの味や香りを楽しめるカレールですからね。そしてお肉ですね。お肉は牛の薄切り肉で作りたいんですけれども、非常にですね、高いので、今回はですね、豚バラ肉で代用していきたいと思います。もうこのお肉の種類はね、お好みで大丈夫です。ただね、脂身の少ない部分だと少し硬くなってしまうので、脂身の多い部分で作ることをお勧めします。ということで、早速作っていきマッチョ。まずは玉ねぎですね。今回こちらの玉ねぎは薄切りにしていきます。はい、玉ねぎの薄切りはこれで OK ですね。で、今回ですね、玉ねぎか長ネギ、どちらかあればいいんですけれども、やっぱりね、どちらも組み合わせた方がいろんな食感や旨味が加わって美味しいので、できればね、玉ねぎと長ネギどちらもご用意ください。ただない場合はどちらかでも大丈夫です。お次に長ネギですね。長ネギはですね、今回は下側の部分ではなく、上に近い部分をご使用ください。そうすることでね、長ネギの緑が生えて非常に色合いのいいカレー丼に仕上がりますからね。そしてこちらは斜め切りにしていきます。はい、長ネギはこれで OK。 そしたらお次に生姜。生姜はね、もう皮付きのままで大丈夫です。こちらはですね、みじん切りにしていきます。でね、生姜の香りが苦手という方は今回入れなくてもいいですからね。ということで、生姜のみじん切りはこれで OK。 ということで、お次、筋肉だけにニンニク。ニンニクもみじん切りにしていきます。ということで、ニンニクのみじん切りもこれで OK。 そして豚バラ肉ですね。豚バラ肉は食べやすい大きさに切りましょう。ということで、お次、フライパンを用意して、ここにサラダ油、そしてみじん切りにした生姜とニンニクを加えます。そしたらこちらを弱火で加熱して、長ネギとニンニクの香りを引き出していきます。ここね、火加減非常に重要です。というのもですね、ここを中火や強火で炒めてしまうと、この後に玉ねぎと長ネギを加えて火を通すんですけれども、長ネギと玉ねぎに火が通る前にニンニクや生姜が焦げてしまいますからね。ここは弱火でじっくりと香り出しをしてください。ということで、生姜とニンニクの香りが立ってくれば、ここに長ネギと玉ねぎ、そして豚バラ肉も加えて、豚バラ肉をほぐしながら炒めていきます。炒める際にね、豚バラ肉同士が重なってしまうので、ほぐしながら炒めてくださいね。すいません、忘れてました。ここで塩コショウ3振りですね。はい、塩コショウを加えてね、食材に下味をつけるとともに、食材それぞれの水分を出して旨味を凝縮させていきます。ちなみに今回のカレー丼は、大人であればだいたい1人前あるんですけれども、小食の方やお子様で換算するとだいたいね、2人前ぐらいございます。はい、ということでね、食材それぞれにしっかりと火が通れば OK。 そしたらここに調味料を加えていきます。お水、甘みとコクをプラスするためにみりん、だしの旨味を効かせるためにめんつゆ、そしてお蕎麦屋さんのように香り豊かで旨味がギュッと凝縮されただしを演出するために削り粉ですね。もうこの削り粉、今回非常にポイントなので必ず加えてください。あとは味を引き締めるためにお醤油、そしたらこちらをよく混ぜ合わせる。
そしてふつふつ沸いてきたら一度火を止めて、ここにカレールですね。カレールを加えたら溶かしていきましょう。もう今回ですね、これだけでお蕎麦屋さんに匹敵するぐらい美味しいカレー丼ができますからね。ちなみに今回はね、カレー丼にしてるんですけども、これをね、おうどんやお蕎麦にかけても美味しいですからね。ちなみにね、カレールを加えるときになぜ一旦火を止めるかご存知でしょうか。この理由ね、めちゃくちゃ意外なんですけれども、火を消してからカレールを加えた方が溶けやすくなるんですよね。何か物を溶かすときに高温であればあるほど溶けやすいとね、思ってる方も多いと思うんですけれども、カレールの場合はね、そうではないんですよね。カレールは小麦粉でできているので、高温で熱した状態でカレールを加えてしまうと、カレールの中に含まれる小麦粉のでんぷんが糊状になって膜を張ってしまうんですよね。その結果ね、溶けづらくなったりダマができたりするんです。ですのでね、一度火を消してからカレールを溶かすというのがダマなく美味しいカレーに仕上げるためのポイントです。これはですね、カレーだけではなくシチューも同じですからね。ということで、カレールがしっかりと溶ければこちらを中火で温めていきます。ということで、ルーが沸いてきたらこれで OK。 そしたらこちらをご飯の上に盛り付ける。そしてこの真ん中にお好みで卵黄、セイ、ハッハッ、卵黄を真ん中にトッピングと。これでカレー丼の完成。ということで、お蕎麦屋さんのカレー丼完成しました。それではいただきまっちょ。もうね、部屋中にカレーのスパイシーな香りと和風だしの優しい香りが漂ってますね。いただきます。うん、うまっ。このカレー丼正直飲めますね。もう大げさと思われるかもしれないんですけれども、本当にね、飲めるようにうまい。カレーのですね、スパイシーな味わいと香りがある反面、和風だしの優しい香りと旨味もあるんですよね。今回はですね、サムネイル撮影があるので卵黄のみをトッピングしたんですけども、卵白もったいないのでかけちゃいます。卵白はですね、貴重なタンパク源が含まれているので必ず捨てずに食べてください。もう捨てるならば私誰もの家に卵白を送ってください。ちょっとご飯おかわり。私だるまの実家近くにお蕎麦屋さんがあるんですけれども、そこのカレー丼の味にめちゃくちゃ似てますね。本当にですね、だしの優しい香りとカレーのスパイシーな香りが絶妙にマッチしてます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ですね、カレー丼のレシピをご紹介しました。普通のカレーライスとは一味違っただしが効いたカレー丼、ぜひお試しください。ということで今日もマッチョマッチョマッチョ、バイバイ。